特選日刊現代杯3日目の11レース始まります。戸田特選レースです。今日は暑い戸田から送りしてます。晴天でね、久々に晴れた、暑いです。日差しが暑いです。はい、天気は天気よくて最高です。観戦するのはいいですね。 7.60 と 7.75 を行ったり来たりするボーダーラインは再び 7.75 に戻ってきました。そして2番からの戦法はボーダー争いも注目です。予選のカードは残りあと2つ、3日目は11レースです。戸田特選が始まります。1号艇福岡川野芽衣、2号艇埼玉中村和志、3号艇愛知斉藤和正、4号艇愛知西村武宏、5号艇埼玉小沢克也、6号艇兵庫和田義則、以上の6選手。スタート展示1フタ356ダッシュが4、4番西村本番もただ1人筆を引きまして、どうやらスタート展示と並びスタイルが同じになりそう。川野の陰線復帰なるか。予選トップへ2コース2番の中澤、八つを逆転するには勝つしかありません。勝って 9.1 なら勝つと逆転で予選トップ、一方大敗喫すると6着 7.67、緊張感のある戦いを強いられます。3コース3番斉藤、勝って 7.60 相手待ち、4コーススローに5番の小沢、2着で8点ちょうどの勝負、5コース6番の馬体、2着で7点の勝負だけ、6コース3番の石4番の石倉、1番2番3番6番4番で始まりました。よろしくお願いします。はい、動画撮ります。はい、5番、2番、3番です。はい、よろしくお願いします。